憧れガールズコレクション、はい、ということで今回はこの漫画家デビュー物語、素敵な漫画を描こう憧れガールズコレクションというゲームの体験版をやっていきたいと思います。はい、名前はこれはトモコレと同じくあゆなあゆなにしていこうかなと。決定。この辺の私のこの適当さね。はい、よろしいです。どっちで呼ばれてもあゆなっていう。あなたは今日から漫画家のアシスタントです。ほうほう。アシスタントのお仕事からたくさんのことを学び、プロの漫画家になれるよう頑張りましょう。それでは出勤をタッチしてスタジオに行きましょう。スタジオとかあるの？出勤。やったし、なんかこういう系統のさ、なんか職業体験みたいなゲームって昔からめっちゃあるけど、人生で一回もしたことなくって、ね、ほんと RPG とかばっかりやってけんさ。ここが今日からあなたが働く職場、スタジオピーチです。アシスタントとしてこのスタジオで様々なお仕事を経験しましょう。そしていつか漫画家デビューを目指してお仕事を頑張りましょう。いやー、初なんやけど、ちょっと楽しいね。楽しい、楽しみやね。あなたにいる場所がスタジオの玄関です。まずは玄関にいる人に挨拶をしましょう。挨拶大事。移動するときはタッチペンで行きたい方向をタッチすると、その方向に移動できます。人に話しかける場合は吹き出しをタッチしましょう。普通にこれでも動かせるよね、スティック。君が新人アシスタントさん？あ、そうです、そうです。キジオカさん、どうも。あゆなあゆなです。よろしくお願いします。ようこそ、スタジオピーチへ。桃瀬先生から聞いてるよ。これはちょっとあれやね。印象良さげな感じやね。僕は木地岡匠。よろしくね。木地岡匠さん。はい、どうも。まずは、桃瀬先生のところへ挨拶に行こうか。桃瀬先生。桃瀬先生やけん、スタジオピーチなんやね。めっちゃ偉い先生と見たよ。スタジオに名前がついてるぐらいだから。先生はアシスタントとは違う部屋で漫画を描いているんだ。うん、え、別？マジで？すぐ近くで見た方が勉強にならん？大丈夫だと思うけど、失礼のないようにね。はい、頑張ります。あ、え、アシスタントの部屋と桃田先生の部屋、失礼します。めっちゃ距離あるやん、やばくない？桃田先生、こちらが新人アシスタントさんです。この仕事に関係ないスペースありすぎね。よく来てくれたわ。え、めっちゃ可愛い。桃瀬リオよ。桃瀬リオ先生、絶対優しいやん。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピシッと言った方がいいはず、ね、こちらこそよろしくね。いいな、ふわふわ系の先生やね。あなたを私のアシスタントにしてほしいって頼まれたの。頼まれた、あ、なるほど。今日からあなたをスタジオピーチのスタッフとして迎えるわ。私はこれから仕事があるから、いい、ね、詳しいことは木地岡くんから聞いてね。了解です。それじゃ、漫画家の先生ってめっちゃなんか大変そうって思う。わかりました。家からほとんど出られんみたいな人おりやん、売れっ子の人とかって。やばいよね。アシスタント部屋に行こう。はい、なんか直接さ、その場におってそこでなんか指示出したりとかさ、その方が絶対効率いいと思うんやけど。そんなことない。ところで君は、ね、かそういうとこしか見たことないんやけど。ここが何をするとか知ってる？現実とかじゃなくて、なんかその漫画家の漫画みたいな。すみません、実はよく知らない。知っとるやろ、わかるやろ。そっか、じゃあ改めて説明すると、スタジオピーチは桃瀬リオ先生が漫画を描くためのアトリエスタジオなんだ。アトリエスタジオ、すげえな。そんなものを持っとること自体でもう成功しとる先生やね。だからここで僕たちアシスタントがサポートして作品を作っていくんだ。頑張ります。あれやろ、なんかベタ塗ったりとかホワイト入れたりとか。もちろんプロの漫画家が描く作品だから、サポートする僕たちも高い技がいる。え、だってなんかあれじゃない、なんかその漫画家の先生と同じ絵を描いたりとかする人もおるんよね。え、やばくない？そう簡単に技は身につかないけど、とてもやりがいがある立派なお仕事さ。めっちゃ難しそう。さらにここで技を磨くことで、いつか漫画家になることも夢じゃない。まあ、アシスタント出身の人っておるよね、やっぱり結構。私小学生の時めっちゃ漫画家になりたいって言った。ここにいるアシスタントのほとんどは漫画家を目指しているんだ。うん、多分漫画家になりたい人が大体アシスタントになってる気がする。君もそうなんじゃないかな。何もわかりません、興味ないですって人は多分おらんよね。おっと、
立ち話が長くなっちゃったね。今度はアシスタントの作業場を案内するよ。チーフにも挨拶しないとね。チーフ、なるほど。なんかアシスタントの中でもちゃんとチーみたいなのがあったりするんやね。あ、こういう感じ。犬飼さん、なんかね、私が想像してるというか見たことあるその漫画とかドラマの中での漫画家アシスタントってさ、漫画家先生がドンって、まあ、こんな感じでおって、でなんかそこのとこになんかこう向かい合ってアシスタントの人たちがおるみたいな。新人アシスタントさんです。めっちゃなんか壁向いとるやん。みんな初めまして、チーフアシスタントの犬飼さとりよ。犬飼さとり、なんかクールそうやね。厳しそう。あなたがここに来た経緯はリオから聞いているわ。あ、もう先生呼び捨てにしちゃう感じ。友達とかかな。百瀬リオの作品を最高のものにするため、アシスタントのレベルが高いのは当然のこと。へえ、怖い。めっちゃ怖い。甘えは許されないから、そのつもりで。どうしたの？ちょっと怖い人ですよね。私嫌われてるのかな。でも初めて会ったばっかりで嫌いも何もなくない？ちょっと怖い人ですよね。正直に言ってしまう。あ、まあ。ちょっとね。犬飼さんは百瀬先生と古くからの付き合いで、やっぱりそういう感じなんよね。このスタジオができる前からアシスタントをやっている人なんだ。へえ、じゃあアシスタント歴がめっちゃ長いんや。厳しいけど技術は超一流だから。まあ、じゃなかったら口だけやんね。彼女についていけば口だけで必ずレベルアップできるよ。そんな威張り散らされても困るし。さて、頑張ります。一通り見てもらったことだし。一通り見たかな。私全然見てない感じやけど。早速だけど、君にあなたの顔しか映ってないわ。僕は君とは違うセクションだから、ここからは同じセクション担当の子に教えてもらってね。お、了解です。最初からその人が説明すればよかったのに。お、いるいる。てか席いっぱいあるのにさ、この二人しかおらんやん。今日から初音ちゃんと同じセクションのアシスタントに入った個性的な服装の人やね。どうも。めっちゃ寝踏みされよる感が。猿田初音。なんか名字も個性的。ここでアシスタントをやっているんだ。同い年だって先生が言ってたよ。私と？そういうこと？キジオカさん、私忙しいんだけど。ああ、この人もなんか嫌な感じの人。なになに？先生があんな感じなのに、なんかアシスタント同士ギスギスしすぎじゃない？そう言わずに。初音ちゃんから教えてほしいって犬飼さんから言われてるんだよ。チーフがそう言うなら仕方ないですけど。うわー、こういうタイプの人嫌い。上の人の言うことだけは従いますみたいな。ありがとう、初音ちゃん。それじゃこう横の人とか絶対大事にせんやろ。あとなんか自分より後に入った人めっちゃ見下しそう。あゆのあゆらです。よろしくお願いします。まあ頼まれたんじゃ仕方ないわ。ちょうど作業をするところだったから。かじゃあいいやん。まずはこれをやってもらうわ。文句を言うな、文句を。やり方、分かってるわよね。これ、職場に来ていきなりやり方分かるわねとか言われても困るやん。知りませんけど。はあ、教えてあげるから感謝しなさい。こういう新人教育の仕方ってどうなの。作業は机でやるの。ピンクの机があなたの机だからね。ふんふん。仕事をするときは机に近づいてペンと原稿マークの吹き出しをタッチしましょう。これ私の。これからアイナさんにはペン入れの作業をやってもらうわ。これは見本を見ながら正しい線を引く作業よ。下書きの線からはみ出さないように注意しながらペンになぞるの。もしはみ出したらやり直しになるから慎重に丁寧にやってね。今日が初めての作業だと思うから簡単なものにしてあげるけど、制限時間内で作業を終わらせてね。時間通りに作業をするのもアシスタントには大事なことなんだから。ま、とにかくやってみてよね。ペン入れを始めましょう。よし、頑張ろう。やるぜやるぜ。初めてのお仕事で説明をしっかり見ておきましょう。ふんふん。基本操作、ガイドの中をはみ出さないようにタッチペンで線を引こう。これだけ？説明はこれだけですか？初めの点から終わりの点までガイドに沿って線を引こう。そしてガイドからはみ出すとやり直しになるから気をつけてね。お仕事が終わるまでの時間が早いほど高い得点になるよ。なるほど。
時間厳守、これは頑張るしか。よし、スタートしましょう。用意。初めから終わりの点まで線を引こう。どれ？ちょっと待って、どれ？これ？あ、よかった、ハミヤさん勝った。あ、よかったよかった。あー、あやり直し。これやり直し？マジで？あ、なるほど、方向が違うってこと。こういうことね。なる、どっちから線引いたとかわからんやん、そんなの。絶対わからんやろ、見て。終わったよね。お仕事が終わったら原稿をチェックしてもらうのがこのスタジオの決まりなの。早速チェックするから私のところに持ってきて。はい、どうぞ。原稿を見せてもらうわ。な、何点ですか？ 172、 何点満点？完璧！やった！イエーイ、認められた。すごい、完璧。やったね。やるじゃない。こういうタイプの人に褒められるのってめっちゃ嬉しいよね。イエーイ。お仕事をすると技術が上がります。ゲージが満タンになると技術レベルがアップします。技術レベルがアップすると漫画ツールで使えるパーツが増えていくので頑張りましょう。漫画ツール？なんだそれは。まあ、でもまだまだ駆け出しやけんね。漫画家スタンプゲット。なにそれ、なんか4個もらった。お仕事の結果によって漫画家スタンプがもらえます。スタンプを集めるといいことがあるかもしれません。いいねいいね、なんかと交換してもらえるとかそういうこと。お疲れ様。ふん、やるじゃない。とりあえずアシスタントになれるだけの実力はちゃんとあるみたいね。じゃあ次は、あ、サルタさん、アイナさんには今日は挨拶だけのつもりだったから、まだ午前だけど帰ってもらおうかと思っているの。そうなんですか、わかりました。え、お昼のチャイムが鳴ったら帰ってもらってね。じゃあアイナさん、また明日ね。はい、また明日よろしくお願いします。お先に失礼します。明日もよろしくお願いします。どっちがいいんかな。また明日ね。お先に失礼しますがあった方がいいかな。え、気をつけて帰ってね。なんかあれやね、声がなかったら優しげな感じするな。ということだけど少し時間が余ったわね。何を話そうかしら。そんな無理して会話つなげてくれなくていいけど。明日はどんなことするんですか。あなた、なかなかいいこと聞くわね。いいわ、アシスタントが他にどんなことをするか教えてあげるわ。そもそも私たちアシスタントは漫画を最初から書くことはないの。桃瀬先生が書いた漫画に今日やった作業のペン入れ、明日からやる作業のレイアウト、その他にもベタやホワイト、トーンに効果、セリフ、修正、今言った作業を順番に全部やって漫画を仕上げるのよ。桃瀬先生の漫画を仕上げる作業の他にも私たちには仕事があって。チャイム？もうこんな時間。今日の作業は終わりね。別に話は最後まで続けてくれても。今日の作業は簡単なものばかりよ。これからもっと難しくなるから覚悟しておきなさいね。でもちょっと生き生きしだしたね、サルタさん。今日はもう終わり？うんうんうん。お疲れ様。どうだった？どうも。いや、いい感じの評価をもらいましたよ。楽しくできました。すごいね。今までも他のスタジオでやってきたのかな？いや、初めてです。こういう作業するの初めてなの？そっか、うちは経験者が入ってくることがほとんどだから。なぜ新人？でもここへ呼ばれたってことはきっと見込みがあると思われているんだよ。やったね。最初は大変だけど頑張って。それじゃあまた明日。頑張ります。人間関係も頑張っていかんとね。初めてのお仕事お疲れ様でした。下画面のお休みをタッチすると時間が進んで次の日になります。おやすみ。なるほど。あ、ちゃんと1週間のうちにお休みの日もあるんやね。今日から本格的にお仕事が始まります。下画面の出勤をタッチするとスタジオに移動します。じゃあ出勤しましょう。てか出勤以外に押せるとこないんやね。おはようございます。お、皆さんおはようございます。朝礼を始めるわね。あ、ちゃんと朝礼とかあるんやね、普通の会社と同じように。ちょっとリオ、いきなり始めないでちょうだい。アイナさんに朝礼に説明をしないといけないじゃない。そうだったわね。それじゃあサトリ、説明をお願いね。なんか双子みたい。
もう仕方ないわね。アイナさん、スタジオピーチではね、毎朝必ず朝礼をしているのよ。朝礼では朝の挨拶と、私からアシスタントのみんなに一日の作業を指示しているの。朝礼についての説明はこんなところかしらね。それじゃあ今日の指示をするわね。アイナさんの作業の指示はサルトさんにお願いするわ。引き続き頼んだわよ。全然指示されてないやん、ちょっと。はい、頑張ります。アイナさんもサルトさんの指示をしっかり聞くようにね。キジオカくん、サルトさんが困っていたら助けてあげてね。はい、わかりました。一応キジオカさんの方が上なんかな、サルトさんより。朝礼の説明も作業の指示も終わったみたいだし、今日も一日頑張りましょう。ということでチーフに任されたから、アイナさんの面倒を見てあげるわ。また上から。人に教えるのって初めてだから頑張らなくっちゃ。言っておくけど迷惑かけないでよ。はい、頑張ります。こんなとこからね、自信ないとか言っちゃいかん。これからよろしくね。じゃあ早速だけど、今日のアイナさんの作業を指示するわね。アイナさんにはペン入れとレイアウトをお願いするわね。昨日教えたけど、作業はどこでするか覚えてるわよね。完璧です。自分の机ですよね。ですよね、もういらんと思うけど。そうよ、わかってるじゃない。じゃあまずはペン入れからやってもらうわ。さあ、机に向かって仕事開始よ。ペン入れは、前回やったのと同じかな。お、作業やってるやってる。まずは昨日やったペン入れからお願いするわ。忘れてないわよね。念のためもう一度言うけど、ペン入れっていうのは見本と同じになるように、下書きの線からはみ出さないように注意しながらペンになぞるの。もしはみ出したらやり直しになるから、慎重に丁寧にやってね。説明はこれで終わりよ。準備はいいかしら。もう一度説明する？大丈夫です。準備 OK。今度こそちゃんと方向とかもしっかり見とこう。わかったわ。じゃあペン入れに取り掛かってちょうだい。OK。頑張ります。ふわー。なんかレベルが上がった。まあ当然か。やり直し？どうしてやり直しなの？あ、ここまでか。なるほど、ここまでね。私が、すいません、ずれました。ですよね。ずれたの自分でも分かったもん。ああ、オッケー、やっと。どういう書き方、輪郭。左右から書いていくもんなん。うわ、ちょっとずれたけど、大丈夫な、今の。オッケー？オッケーっすか。終わったかしら？チェックさせてもらうから、私の席まで持ってきて。はい、原稿を見せてもらうわ。どうでしょう。え、めっちゃ下がったけど。すごい、この調子。何、今度は急に100点満点になった？前回200点満点じゃなかったんね。なかなかよくできてるんじゃない？ありがとうございます。すごい、この調子。大丈夫なのか、これは。お、漫画家スタンプ3つゲット。お疲れ様。まあこんなものかしらね。慣れてないのになかなかやるじゃない。午前の作業はこれで終わりよ。次はお昼休みね。午前の作業、輪郭書いただけで終わった。そういえばアイナさんには説明していなかったわね。午前の作業が終わるとチャイムが鳴ってお昼休みになるの。お昼休みにはスタジオにみんなで集まってお話ししたりするのよ。そろそろお昼のチャイムが鳴るから準備を手伝ってよね。準備？ご飯の？午前が終わりました。一日は午前、午後、夕方の3つに分かれています。お話をしたり、お仕事をしていると時間が経ちます。お仕事の間には休憩時間があります。休憩時間にはスタジオのみんなとお話しします。お昼休みの時間になりました。スタジオピーチではお昼にみんなで集まって、ご飯を食べるようにしているのよ。あ、先生も来るんや。やっている作業は一人一人違うけど、一つの作品を作り上げるためにはチームワークが大切なことだからね。分かってると思うけど、このチームワークを壊さないでよ。全然大丈夫です。もう、初音ちゃんはアイナさんがそんなことする人じゃないって分かってるでしょ？ふん、そんなこと分からないじゃないですか。ごめんね、アイナさん。初音ちゃん悪く思わないでね。気にしていませんよ。私、大人。そうよね。アイナさん、その調子でチームワークを大事にね。自分がチームワークを乱してるんだよ。初音ちゃんって素直じゃないけど、本当はすごく優しい子なんだ。キジオカさん、
お、怒らないで。後でプリンをあげるから。子供やん。賑やかでしょう。これからお仕事は大変だけど、みんなで一緒に頑張りましょう。てか、この5人だけ、このスタジオ。広すぎやろ。さあ、そろそろお昼休みも終わるわよ。片付けをして午後の作業に集中しましょう。アイラさんの午後の作業はレイアウトだったはずよ。どんなことをするか教えてあげるから、先にアイラさんの机に向かってね。了解です。お昼休みが終わりました。午後のお仕事の時間になりました。それでは引き続きお仕事を頑張りましょう。さあ頑張りますか。さっきも言ったけど、次はレイアウトをやってもらうわ。この作業をやるのは初めてよね。教えてあげるからよく聞いてよね。いい？レイアウトっていうのは見本と同じになるようにパーツを配置していく作業よ。間違えないように見本をよく見て配置するの。配置するときには大きさや角度にも注意するのよ。説明はこれでおしまい。準備はいい？もう一度説明する？準備 OK です。それなら早速レイアウトに取り掛かってね。はい。基本操作、リストからパーツを選んで見本と同じになるように配置しよう。下画面にあるパーツアイコンをタッチするとリストが開くよ。うん。もう説明がいっぱい。リストから見本と同じパーツを選び配置しよう。配置するときはパーツの大きさや角度を調節してね。細かそうやね、なんか。もしも見本と違う場合はやり直しになるから気をつけてね。お仕事が終わるまでの時間が早いほど高い得点になるよ。やっぱり200点満点なんじゃないこれ。よし、頑張ろう。スタート。難しそう。めっちゃ難しそうじゃない？パーツ、どれ、これ、あ、で表情が変えれるんやね。これ、あ、これや、これこれ。え、ここでいいんかな。じゃあここで貼り付け。はあ、よかった。なんか増えた、増えて、男の子。え、どれや、これ。え、なんか表情怖っ。くっそ怖いんやけど。どれ、これ、こういう感じ。いや、近い、この辺か。あ、オッケー。ふう、できたのかしら。チェックさせてもらうから私の席まで持ってきて。はい、できました。原稿を見せてもらうわ。はい、どうぞ。微妙。完璧、よかった。完璧と言ってもらえるならよかった。完璧、ありがとうございます。やるじゃない。あ、それぞれにレベルがあるんやね。レイアウト技術駆け出し。なるほど。総合じゃないんや。お、漫画家スタンプ4つゲット。お疲れ様、よくやったじゃない。この調子で作業していってね。ふう、少し疲れたんじゃない。私たちも休みましょうか。疲れたのは自分じゃないのかい。午後が終わりました。休憩時間です。アイナさん、お仕事は難しい？最初はできなくて当然よ。少しずつ書けるようになって上手くなっていけばいいのよ。そうね、焦らず、あなたのペースで上手くなっていけばいいからね。でも言ってもね、作品になるものだから怖いよね。初音ちゃんから見てアイナさんの作業はどうかな。悪くないと思いますよ。まだまだ私には叶いませんけど。その一言余計だな。そう、それじゃあこれからどんどん上手くなっていくのが楽しみね。そうね、アイナさんが今からどれだけ上手くなるのか楽しみだわ。さあ、休憩もそろそろおしまいよ。アイナさん、ちょっといいかしら。本当はこの後も夕方の作業があるんだけど、今日はよくできていたし、作業はここまでにしましょうか。それじゃあ今日もお仕事お疲れ様でした。ちょっとずつ長くなっていくパターンか。もう体験版はここまでです。遊んでくれてありがとう。お話の続きは製品版で楽しんでくださいね。製品版ではストーリーの他に漫画ツールを使って世界に一つだけのオリジナル作品を作ることができます。要はなんかフリーでできるのもあるってことか。ストーリー以外にフリーモードみたいな。漫画家デビュー物語的な漫画を描こう。製品版でお会いしましょう。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、私こういう職業体験ゲーム初やったけど、すごいねなんか製品版とかやりよったら知識も増えそうやし、本当に実際なりたいって思っとる子にはすごい楽しいゲームやと思う。